世界じゃない、デジタルの仮想世界じゃない質量としての活字を組んで、その自分のその思いが入った字を印刷できるっていうのは、これすごいことだと思うんですよすごいと思いますよ、させるんでしょうね。その手を伝わって、それこそ手仕事じゃないですけど、職人さんの手を伝って、そのものづくりの流れで、その職人さんの思いとか、まあね、発注者の思いなんかも乗せてね、するわけですからね。まあ、なんていうかな、思いをうまく乗せてるのが、まあそういった活発さじゃないですかね。今のは何をされたんですか？今ね、水を流してたのを、はい、このホースに溜まってたらみんな出さないと、こう外すときにポトポトポトとあちこち落っこちるから、機械のメンテナンスがすごく大事ってことですか？そうなんですよ。だから鉛が溶かしたやつなんだけど、はい、ここからこっち来たときに瞬間的に固体になっちゃうんです。だから一瞬のうちに液体から固体になっちゃうから、ここのところをきちんとやっていかないと。なるほど。とんでもないことなんです。きちんと掃除してやるって、ちょっと間違うとね、ちょっとしたね、隙間からね、鉛が流れ込んでくるんですよ。この体に当たったり顔に当たったりね、ここは一番の難しいところなんです。やればやるほど味があるもんだ。活版印刷っていう味が出てくるんだよな。インクの一つ出し具合で色が変わってくるしね、圧を強くするか薄くするかでも色が変わってくるし、完璧なものってなかなかできないんですよ。なかなかこれね、技術身につけっていうのはね、未だに僕勉強なんです。これでいいだろうって、いいだろうじゃんね、やっぱり許せないんだよな。やっぱりこれは自分のね、要するに分身として世界に出すんだから、世の中に出すんだから、自分の子供として出すんだから、だから自分が納得するまで出すと。今まで活版印刷っていうのは敷居が高いって言われたんだけど、若い人たちが入ってくるのって開放するとか開放してますけどね、ある程度敷居高くていいんですよ。あんまりにもそういうふうに敷居を、なんていうのかな、まあ誰でもどうぞっていうのはいいことだけど、やっぱりその職人さんの心意気みたいなものは残しておいてもらいたいから、
そういう歴史とかももちろん分かった上で、ちゃんとした職人さんのそういった苦労とかも分かった上で、新しいね、可能性を求めていきたいなっていう人、それがまあ究極的な商売にもつながってくると思うんですよ。基本は一応習ってても、それ以外の外の基本から輪から外れたものを作ってほしい。それが僕の願いだね。これからの若者も活字に対して楽しんでもらえる、そういう人を来てほしい。そういう人が育ってほしい。